深い悲しみの中でも希望が遠く思えても、紡ぐ絆は始まり、僕らまだ飛べるさ、行こう。ナディア、絶対にあいつのところへ。大丈夫、きっと道はつながっているはずだ。今までの自分たちと、それから俺たちも信じてくれ。ああ、もう分かってる。とにかく前を向くだけだ。フランにダドリーもみんな無事でいてね。たくさんの人たちのためにも絶対ここで決着をつけないとな。みんな何としても乗り越えるぞ。Thank you.
戦いが激しくなってる。分校のみんな、殿下たち、たくさんの人々が道を作ってくれた。この思い、間違いなく届かせてみせる。せい、行くぞみんな。大丈夫か、ロイラたち。ああ、おかげで助かった。無事みたいだな。心配かけさせやがって。ありがとうね、スーちゃん、ナーちゃんも。たく。よかったね。たどり着いたか。ルーマス、よかった、無事ね。そちらも怪我などなさそうで何より。くそ、ここも障壁か。一体どうすれば合流できるんだ。多分あれの先かな。ふむ、あの機械はもしや。これに乗れば中枢まで一気に行けそうね。うん、間違いないと思う。同時に操作すれば起動するよ。いよいよか。でも今までのことを考えると、さすがにおあつらえ向きすぎだな。どうする、ロイド君、リーン君。とにかく乗るしかないだろう。行こう。キーヤ、ラピスも操作を頼む。くれぐれも注意してくれ。うん、任せて。起動するね。
その気配は。当然そう来るよな。みんな備えよう。どこか見覚えがあんぞ。すんなり行かせてもらえるとは思ってはなかったが。中枢への最後の守護者、こいつらさえ倒せば。了解だ。だったら全力で迎撃するだけです。最後の試練だ。頼むぞみんな。ちょっとだけ本気で行こっかな。それそれそれ、あとは君に任せた。チッ頑張ってね。ジュンサインドールかな。罠の岩の上、去りゆく者へ眠れ。永遠に明けぬ夜に抱かれ、そこです。バック、レッツ。負けられない。大切なものを守るためにも。やってきなさい。やっつけてあげる。やるしかない。へっ、はあ、こいつで終わりだ。セット、オーバルドライバーロード完了。レインボーショット、えへん、どうなるんだい。さあ舞台に幕を開けましょう。レッツスタート。先を急ぎましょう。いくらなんでも仕方ない状況だったと思うがね。一時はどうなることかと思いましたが、
まあなんとかなったってところか。最後のはなかなか手強かったですけど。ああ無事に合流できてよかった。それにようやくたどり着けたみたいな。あれはいかにも中枢って感じだね。凄まじい霊気の流れを感じる。扉一枚隔ててこれとはね。どう？ラーちゃん、ここよ。エルシオンはあの扉の向こうにある。ああそうなんだろう。俺の中の何かもこれまで以上に共鳴している。気を抜くと一気に持っていかれそうなくらいに。うん、共感。いよいよ大詰め未定だな。この先に事件の全ての真実も。あとはとっとと暴いてやるだけだろう。はい、何としても天の雷の発射を阻止して。俺の考えている通りなら。ロイド君？君は？いや、とにかく準備ができたら突入しよう。きっとこれが最後の戦いになるはずだ。魔法騎兵たちも止められるはずだ。制御中枢というのはあれよ。あれってもしかして。黒い響きの貝殻、やはり複製されていましたか。エンペラーが使っていた古代遺物と同じようにか。鏡の城で妙にあっさり返してくれたとは思ったが。それをもってエルシオンの力をブーストしているわけね。ああその通りだ。来たな、トールス7組リーン・シュバルツァー、特務支援官ロイド・バニングス、元総督ルーファス・アルバレア、遊撃士たちに聖杯騎士、ヘビに帝を抜けた者たち、そして旧管理システムラピス・ローゼンベルク、その他の者たちも含めてそうそうたる顔ぶれが集まったものだ。現れたわね。あれがティーンの偽物。なあちゃんたちのこともエリシオンとやらの力が気に入らないな。なんだ、鏡の城で会った時とどこか。なんだか胸がざわざわするような。あれなんで、なんなんだこれは。どうしてこんなに。どうしたんですか。風の剣聖さんやマクバーンの偽物とは何かが違うみたいね。
真相とはほぼ私と同じだったが、正直仮面の下の面構え以外はいでたちも雰囲気も全く違うはずだ。なのに私たちにはなぜかあなたがリーン教官にしか見えません。あなたは一体何なんですか？言ったはずだ、私はミヒルシマリさんだと。以前のように名前が、いや、イデアそのものが歪められている。やっぱりそういうことか。おい、ロイドさん、わかったんだね。今回の事件の裏の真実、エルシオンとその背景にあるものが。どういうことですの？あくまでも事件の中心にあったのはエルシオンという機械知性だ。そこからさらに何かがあるとでも？ええ、文字通り本来あり得るはずがないことですが、あそこにいるもう一人のリーン、彼もある意味では本物のリーンに間違いありません。もしかしたらあり得たかもしれない、もう一つの可能性としての。それはもう一つの可能性？一体2年半以上前、あの青の大樹の事件の時の話だが、俺たちはそこである一つの真実を知らされることになったんだ。俺たち特務支援課はかつて死んだことがあるという。その出来事は一人の女の子にあまりにも重くのしかかってしまって、女の子は持っていた力でそれをなかったことにしちゃったんだ。それが本当はやっちゃいけないズルだって分かっていながら。キアちゃん、因果を紡ぎ直す力。そのあたりは詳しく聞いたことはなかったけど。そうか、あの教団事件の時の。僕たちも大樹で目の当たりにした真実。はい、そうでした。誰のせいでもねえ、俺たちが不甲斐なかったってだけの話だ。そしてかつてのイアン先生やベルはその力を持ってクロスベルそのものを書き換えようとした。まさか今回の事件は。俺たちが生きている今は無数に枝分かれした道の一つに過ぎないんだろう。そしてほんの少し判断や環境が違えば、因果は全く別物にだって変わりうる。リーンにもあったんじゃないか、そんなターニングポイントが。あの時俺は黄昏の呪いを完全に引き受けて、もしあの時聖獣から大地の檻を授かっていなければ。まさか、まさかお前は。ああ、その通りだ。私はエルシオンが読み取ったリーン・シュバルツァーの可能性の一つ、黄昏の呪いの因果によって紡がれ新たに生まれいでた存在、イシュメルガ・リーンとでも呼ぶがいい。
の剣は、まさか終焉の剣？いや、終焉の太刀とでも言うべきか。じゃあまさか本当にイシュメルがだって言うの？いいな、もはや私はイシュメルガではない。ましてやリーン・シュバルツァーでもない。貴様らが辿ることのなかった因果のその先で生まれるはずだった存在だ。あの最終総国の果て、私は灰と共に幻想要塞を飛び去った。大気圏を抜けたどり着いた場所は果てなき時と暗き闇に支配された空間。そこでリーン・シュバルツァーとイシュメルガは溶け合い混ざり合いながらも互いの存在を抑え込み否定し続けた。もはや人外と化した体は朽ちることもなく、永遠に繰り返される総国によって己が何であったかすらも忘れていった。それはまさしく完成することなき無限総国とでも言うべきものだろう。そうして果てなき恒久の闇をさまよい続ける、それが私と私の行き着いた因果だ。そんな、リーン教官がそんなことに。俺やミリアムも最後までは付き合えなかったってことか。うん、あの時とっくに僕たちは限界間近だった。ほんの少しでも何か一つでも違っていたら、そんなあり得たかもしれない可能性をエルシオンは読み取ってしまったんだな。宿っていた底知れぬ悪意ごと。エルシオンは悪意に侵食されて暴走し、ラピスさんを追い出した。うん、そうなんだと思う。礼を言う、リーン・シュバルツ。何？この地で目覚めたばかりの私はなおも内なる無限総国を続けるだけの曖昧な存在でしかなかった。だが共存し得ない因果同士の接触によって因果同士の共鳴と同化が引き起こされ、無限総国の均衡を突き崩すことで私はついに私として存在を確定することができたのだ。リーン・シュバルツァーでもあり、大いなる一でもある、高位の存在としてな。そういうことだったのね。全てはリーンさんの存在を揺らがせ、悪意の存在を確定させるために。しかも僕たちが今この地にいることすら全て手のひらの上のような物言いだね。実際そうなのだろう。エリシオンならば不可能ではあるまい。なんということだ。だが一つだけ予測の範囲外だったこともある。いち早く真実にたどり着いたのがリーン・シュバルツァーでも元管理者でもなく一階の警察官でしかないロイド・バニングスだとはな。さっきも言ったように似た経験をしていたからな。あくまでクロスベルに残された証拠を一つ一つ紐解いていった結果に過ぎない。そしてリーンやルーファスさんたちと協力したことでようやくたどり着いたんだ。きっと俺一人の力だけじゃ
たどり着けなかったはずだ。ロイド、教えてもらうわ。あんたは結局何がしたいの？聞いてる限りじゃ、ただ計算されて呼び出されただけの存在なんでしょ？なのにクロスベルを、帝国を、大陸をめちゃくちゃにしてまで一体何を？いいなことを言う。言うな、クロフォード。私の目的など最初から決まっている。大陸を、この世界を救うことに他なるまい。エリュシオンが私にたどり着いたのはただの偶然だったのか？いや違う、私の汚染を受けたのは結果に過ぎない。その目的は依然変わってはいない。エリュシオンは本能的に求めたのだ。黄昏を終わらせた英雄リーン・シュバルツァーの因果を、そして黄昏の根源であるイシュメルガの因果を。あくまで大陸を統一し、恒久平和をもたらすためにな。な、バカな話がめちゃくちゃすぎるだろ。それは今お前がやっていることと完全に矛盾しているはずだ。帝国に端を発した黄昏という最悪は、人間の不完全さを、悪意を浮き彫りにした。これからも大陸には最悪が降りかかるだろう。そう遠くないうちに、間違いなく。ならばその目となるものを今のうちに取り除けばいい。そして悪意の体現者であり英雄でもある私こそが、それを執行するのにふさわしい。エリュシオンはそう結論したのだ。そのためのバベル。今回の事件の全てはそれにつながるということか。これがあらゆる事象を演算しうるエリュシオンが導き出した答え。この再創生がなった時、人類は次なる段階へと進化するだろう。勝手なことばかり言わないで。エリュシオンの本質はあくまでも観測と演算に過ぎない。自分勝手に結論を出す権限なんてない。ましてやそれを意志や運命みたいに言うなんて。はっきり言ってそれはただのバグよ。手違いであなたを読み取ったせいで生まれてしまっただけのね。ラピス、言う言うねえラーちゃん。分かったようなことを。エリュシオンの目的にそぐわぬと切り捨てられた者などに。分かるよ、少なくともあなたよりは。私知らないことだらけだった。テートやクロスベルにあんなにたくさんの人が暮らしていたことも。苦しくて辛いことを乗り越えて一生懸命生きてきた人たちのことも。それから誰かと一緒に食べるランチやスイーツがあんなに美味しいことも。この世界にはエルシオンですら計算し尽くせないものがたくさんある。そんなことも分からず導き出された答えが完璧であるはずがないじゃない。なのに強引に遂行するって言うなら、管理者としてただじゃ置かないんだから。吠えるな、古き管理者。貴様ごときに一体何ができる？できるさ、俺たちもいる。真実を知った上でお前を見ていると、いろいろ思うことがある。
今ここにいる俺はただほんの少し運が良かっただけなのかもしれない。この変わってしまった髪や目も背負うべき業なのかもしれないって。だからリーン・シュバルツァ、お前をそこから救い出してやる。痛みを苦しみを全て引き受けて、大切な人たちとも別れなくちゃならない。そんな呪縛に囚われたままのお前を、死と父とたくさんの人たちからもらったものを、今度は俺が俺自身に教えてやる。リーン、そうだね、考えてみればめったにない機会かも。残された私たちがどんな気持ちだったか思い知らせます。教官に喝を入れるのも生徒としての役目よね。一緒だね、エステル。うん、ずっとつながってる。準遊撃士として歩み出したあの日から、リベールだけじゃない、クロスベルや帝国の事件にも関わって大切な人たちと出会って、そうやって紡いできた絆があれば越えられないものなんてない。クロスベル再占領事件の真犯人、テロリスト、イシュメルガ・リーン、不法占拠および大規模テロの現行犯で逮捕、拘束させてもらう。それでこの事件は全て解決だ。ええ、もはや迷う必要はないでしょう。警察として、支援家として、私たちとしての責務を果たすだけよ。そして元同僚として、親友の一人として、性根を叩き直してやるぜ、リン。揃いも揃ってザレ事いいだろう。貴様たちが再創生の弊害とならんとするならば。こんなに手ずから教えてやろう。貴様らの因果はもはや私の手のひらの上だと。大陸統一の礎となって消えるがいい。